一世のセックルチャイムです。今回はですね、皆さん、はい、というわけで、皆さん、学校にさ、いつも、今日、どういう髪型で行こうとか、今日、まあ、好きな人と会うんだけど、どういう髪型にしようとか、いろいろね、考えると思うんですよ。で、ヘアアレンジにめちゃめちゃ困ってるみんなもいると思うから、今日は、ひまが高校生活で見つけた、ちょっと私がいいなと思ったヘアアレンジをですね、5選、ここで紹介していきたいと思います。これであなたもきっと明日からは悩まないよ。じゃあ、早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあやっていくか。まず今ストレートなんだけど、こっからねヘアアレンジをしていきます。まあ私は一応今高校生なので、どうしてもね私の学校のできる範囲での感じになるから、もちろん巻くとかダメだし、多分整髪料は使ってもいいけど固めるのが良くないみたいな感じだから、とりあえず髪を下ろしても OK な手でいきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目、1つ目はクルリンパストレートです。じゃあやっていきますね。で、ここをこう取ります。まあだいたいこれぐらいかな、目分量ですね。こういうのはここでチビゴム登場。チビゴムで結びます。はい、こういう感じ。ちょっとねおてんばって感じに、ね、なりますけどね。じゃあこっちもやります、同じように。こんな感じでね、2つに結べました。そしたらちょっとゴムを下に引き下げて、この髪と髪の間に空洞を作ります。こんな感じで。そしたらここに上からこれをくるりんぱと、じゃん、これでギュッとする。で、周りからちょっとこう引き出したりして整えます。よし、そう、こんな感じ。じゃあこれをね、こっちもやります。よいしょ、こっちの方が上手だわ。ちょっとここがね、私的には膨らみすぎかなって思っちゃうから、そしたらこれをピンで入れ込みます。よし、オッケー。これで1つ目のヘアアレンジ完成です。こんな感じ、いいんじゃない。結構ね、これをやってる女の子たちダンス部にいるんだけど、そう、ダンス部の女の子がこれやってめっちゃ可愛かったのね。だからちょっと今回は真似させてもらいました。次は、さっきとちょっと似てるんだけど、私これ結構やっていってたよ、一時期。ハーフツイン三つ編みです。なんかこれは、結構簡単にできるのに、結構凝ってるように、さっきよりも凝ってるように見えるかもしれない。これおすすめだよ。まずは、さっきと同様ですね。ここで結びます。で、私的にはこの触覚をね、残した方が可愛いかなって思っちゃうタイプなので、この触覚はいつも残してる。ただまあ高速でね、長すぎるとか言われちゃう人もいると思うから、そういう時はね、ちょっとどうにかこうにかしていきましょう。オッケー。こんな感じで2つにまたいけたら、次はこれを三つ編みをします。本当に簡単なヘアアレンジなんだけど、私これ本当にお気に入りなの。クラスにやってる女子3人いました。で、三つ編みをしたらここをね、チビゴムで留めます。はい、というわけで完成。どう？こんな感じです。こうやって髪の毛に三つ編みがね、垂れてるの、これがかわいい。こういう感じで、ちなみにこれなんだけど、これを三つ編みを、まあそのままでもいいんだけど、私的にはこうほぐすのがね、とっても可愛い。ほぐすだけでなんかさらに手を加えたみたいになるからね。じゃーん、こんな感じ。これも可愛いの。ちょっとガーリーめになるから、こうやってほぐすだけで、それもまたまた可愛いと思うよ。いいと思う。ほぐす方が好きかも。はい、こんな感じです。というわけで2つ目のアレンジは三つ編みハーフツインでした。いい感じ。はい、というわけで次は3戦目に行きたいと思います。私が一番お気に入りなのはこのアレンジかも。次は編み込みストレートです。そう、一回ちょっとねストレート部門からやっていくね。編み込みストレートっていうのは、ここを編み込みするっていうねアレンジです。まずここを取って3つで編み込みします。
まあ、編み込みのやり方はちょっとね、ぜひあの YouTube にめちゃくちゃわかりやすい動画いっぱいあるから、そっちをね、見ていただけるとありがたいです。よし、一回ここ三つ編みしたら、またちびゴム登場。ちびゴムで結びます。この耳の後ろぐらいの高さのとこまで編み込みをしたらね。ぜひちょっとこの編み込みを引き出して、この部分を、まあ、編み込みのどこかにこうまた空洞を作ってくるりんぱをします。くるりんぱ、 OK。 そしたらこうなるじゃん。そしたらこれを耳の後ろに引っ掛ける。そう、これでこっち側完成。これ可愛くない？しかもこれね、こう勉強するときも、まあ、これはねちょっとね、あの除外して、あのね、集中できるんですよ、これやってると。可愛いし。じゃあちょっとこっちもやるね。全然私服とかにも紐やっちゃうかも。で、こっちも引き出すと。ちょっとふわふわ感を出すんだね、こうやってね。よし。オッケー。はい、というわけでこれで編み込みストレートの完成です。可愛くない？これは、もうなんか私の中ではめっちゃモテ女がやってるみたいなイメージがある。ここわかるかな？編み込みになってるんだけど、引き出すことでふわふわしていて、で、あの、最後にくるりんぱをすると収まりがすごく良くなるから、耳の後ろに引っ掛けても落ちてこないです。外れない。全然耳の後ろから。私はね、ピンで留めるとかも全然いいと思うんだけど、ピンで留めるとね、難易度が高いから、まあ、なるべく簡単にって考えると、こうなるかなと思います。でも可愛いね。はい、次は、編み込みツインテールをやっていきます。これは、まあなんかさっきとちょっと似てるんだけど、ちょっとこれはこだわりがあって、とりあえず半分に分けます。一旦、片方は邪魔だから、こっちは結んどこう。はい、そしたらまずはここをね、取ります。これを、編み込みじゃなくて三つ編み。こういう感じで。はい、オッケー。そしたら、ちびゴムで結びます。はい。そしたら、これを、ツインテール。ツインテールっていうか、結ぶ。で、ここの、ちょっと残っちゃった三つ編みちゃん。これは、外します。よし、これで、オッケー！いいね、かわいい。こっちもやってきます。というわけで、第4戦目完成です。どう？三つ編みをこうやって、わかるかな？映ってるかな？これ。三つ編みでこう、こう綺麗に下ろして、普通にストレートのツインテールっていう感じです。まあ結構ね、なんか結ばなきゃいけない学校とかも多いから、そういう結ばなきゃいけない学校の方はぜひこれをね、やってみてください。いい感じ。ツインテールってさ、高校生っぽいと思う、暇は。髪を下ろすのがダメな子とかはぜひあの、ツインテールね、やってみてください。体育の時とかもおすすめ。では皆さん、最後になってきました。悲しいですね。では行きましょう。はい、5戦目は髪ゴムが見えないポニーテールです。ポニーテールはね、私結構得意で、あの綺麗なポニーテールのやり方っていう動画を出してるから、ぜひそちらをね見てほしいです。私のポニーテールのね作り方動画を見れば、本当にみんな綺麗なポニーテールが作れるようになるから、ぜひ見てください。とりあえず今日は簡単なポニーテールですよね。毛先をちょっとくるんってしてるから、毛先がくるんってなってます。こんな感じでね、ポニーテールとりあえずできました。そしたらこっからなんだけど、まず下からピュッと取ります、この2個。そしたらこう上に持ってきて、グッと、わかりますか？こうやって持ったら、こう上に持ってきてクロスします。くるっと。そうしたら、このクロスしたものを、ここに今ね、出てると思うから、クロスしたものを下で結びます。クロスしたやつね、これ。よし。で、できたら、これを、あ、待って、やばい。むずい。はい、なんとかできました！ちょっと見てほしい。いきます。じゃん、どう？髪ゴム隠れてる？こういう感じです。ただ、見てください、なんか失敗作。ここにピヨーンって出ちゃうの。これ何？
本当に俺のせいでちょっと台無しなんだけど、これしてよくわかんない。もうちょっといい紙ゴムの隠し方の動画を見つけてちょっとやってくれるといいかなと思います。ただね、まあちょっとしたやり方と、あとそのゴム隠しポニーテールっていうアレンジがね、一つの項目としてあるよっていうのをちょっと皆さんにお伝えできたらいいなと思います。だからぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけでこれで以上でーす。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん、私のスクールヘアアレンジ第5戦どうでしたか？よかった。少しでもね、みんながね、まあ、明日のヘアアレンジどうしようって迷ってる時に参考になればいいなと思います。今日は気合い入れてこうとかね、まあ、ちょっとヘアアレンジ変えただけでも自分のテンションも上がると思うから、ぜひやってみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。一番お気に入りのやつは三つ編み、虫歯みたいなやつです。三つ編みハーブスイング。ね、難しいね、これ紹介しようと思った方がバカだ。ちょっと待って。